FM 戸塚をお聞きの皆さん、こんにちは。1月19日金曜日、時刻は11時となりました。今日もモレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしていくラジオファミリア、略してラジファミ、福祉情報発信番組をお届けしてまいります。お相手は北海道札幌出身でも、もうこの戸塚に来て37年目となります、パーソナリティあゆらやよいです。さて、スタジオ外ではご観覧いただきまして、寒い中ありがとうございます。お友達とともにのご観覧、本当に嬉しい限りです。今日のラジオファミリアの中でも、先週もそしてお届けしたんですが、能登町からの支援報告も届いています。ラジオネームしじゅんさん、みんな元気になるトイレを被災地で稼働中ということです。七尾市にはこのみんな元気になるトイレを3台、能登町に3台、輪島市に1台、本当に現地にはトイレが足りない状況で、ネットワーク自治体の皆さんの熱い支援魂に本当に助けられていますという石潤さんからのメッセージです。そしてここで FM 戸塚からのお知らせもお届けしていこうと思っています。スタジオ前には今日も義援金箱を出して皆様のご協力をお待ちしているところです。モレラ東戸塚のスタジオ前、そしてサクラス戸塚のスタジオ前にも義援金箱を出しまして、皆様のご協力をお願いしているところです。石川県能登地方において発生した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。さらに本日も15時から JR 東戸塚駅西口モレラパークで義援金を募集しています。皆様からお預かりしました義援金は被災地にお届けいたします。どうぞご支援をよろしくお願いいたします。先日の義援金活動でも、一旦通り過ぎた方がまた戻ってくださって、義援金箱にご協力をしてくださいました。寒い中ご苦労様というお声もかけていただきました。本当にありがとうございます。皆様のご協力をぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日のラジオファミリア、どんな形でお届けするのかご紹介していきますね。メインコーナースモールコミュニティのつながる翼のコーナーは、チャリティームービープロジェクト、動画を制作して、そして寄付を集めるプロジェクト、高校生のお二人と電話でつないでお届けしていきます。それからラジファミ伝言版はジャズだより第3週目ですから、大好きな県立図書館に行って CD や LP、 うちにはターンテーブルないのに思わず貸し出しをしてしまいそうになりましたが、そのジャズの話していこうと思っています。福祉イベント紹介コーナーは白鸚荘のイベント、キーワードは介護と資金です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。
この番組ラジオファミリアは、東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、一人一人の笑顔のために日々活動している社会福祉法人芳香会、以上3社の提供でお送りします。それではラジオファミリアスタートいたします。2月17日の土曜日、戸塚区役所多目的スペース中と大で行われるウクレレマルシェです。キャスさんのワークショップもあったり、ウクレレワークショップもあったり、そして午後からは、2時15分からとなりますけれども、会場で2時半からのウクレレ交流会、キャスさんもお呼びして参加費500円で素晴らしい演奏を生で聞くことができます。2月17日土曜日、ワークショップは10時から、ウクレレ交流会は14時30分からということで、お申し込みお問い合わせはレレサポまでお願いします。今日のキャスさんの演奏素晴らしかったですよね。もうどう聞いてもギターだと思ってしまいましたが、ウクレレのキャスさんです。時刻は11時8分を回っています。それでは読売新聞ニュースと天気予報をお伝えしていきます。時刻は11時8分です。政府は昨日、能登半島地震の非常災害対策本部会議を総理大臣官邸で開き、岸田総理が石川県の首長から復興へ向けた要望を聞き取りました。参加した6つの市と町のすべてが水道復旧の支援を要望しました。今月内にも策定する生活支援パッケージに反映させます。被災地の首長が非常災害対策本部会議に参加したのは初めてです。長谷博知事に加え、輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、志賀町、穴水町の6つの市と町から市長と町長がオンラインで参加しました。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。さあ、週末の天気も気になるところですけれども、まずは外境からお伝えしていきます。天気予報です。本州付近は高気圧に覆われています。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東へ伸びています。神奈川県は曇りとなっています。19日今日金曜日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から夕方は晴れとなるでしょう。そして明日20日の土曜日です。気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夕方からは雨や雪となるでしょう。それでは横浜地方の今日と明日です。今日19日金曜日は北の風、曇り、昼前から夕方晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温は14度まで上がります。明日20日の土曜日は朝の最低気温5度、日中は9度と低く、北の風のちやや強く、曇り、夕方から雨か雪となるでしょう。明日の降水確率は午前中は 10%、 午後は 50%、 夜は 60% となっています。以上、天気予報をお届けいたしました。さあ、そしていつものように佐島の天気です。相模湾に面している横須賀市佐島のお天気カメラの映像、うっすらと富士山が見えます。雲の量は広い範囲となっていますね。波は穏やかな佐島のお天気カメラの様子でした。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、それではいつものようにここでお届けしますのが平和を願う歌。昨年の4月からお届けしてきて、もう今日で3回目となります、平和を願う歌。今日は We'll Meet Again。
ジョニーキャッシュでお届けします。また会いましょう。どことも知らず、いつともわからないけれど、でもいつかまた晴れた日に会いましょう。ジョニーキャッシュ We will meet again お届けしました。今日の平和を願う歌でした。時刻は11時15分を回っています。さあ、それでは今日のスモールコミュニティのつながる翼のコーナーです。中高校生によるチャリティームービープロジェクト2023を今日はご紹介します。そしてそのメンバーである高校1年生お二人に電話の向こうでお話をたっぷりしていただきたいと思っています。群馬の高校に通うくるみさんとゆいさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャリティームービープロジェクトでも検索していただいてね、お二人が作ったムービーを見ていただきたいと思います。中高校生が主役となって NPO の動画を制作し、寄付を集めるプロジェクト、これがチャリティームービープロジェクト2023なんです。この FM 戸塚にですね、ご出演をお頼みしたところ、はいって言ってくださってね、スタジオに来ることは叶いませんでしたが、でもいつの日かね、遊びに来てもらいたいと思う二人と電話で打ち合わせをしながら、今日は収録という形でお届けしていきます。さあ、 FM 戸塚、くるみさん、戸塚というこの地名、馴染みのあるものだったのかしら。ご出演をね、決めてくださってありがとうございます。ありがとうございます。FM 戸塚って聞いて、戸塚っていう地名は聞いたことがあるなって、箱根駅伝の戸塚中継所とか、うんうん、はい、そういうので聞き慣れてはいたものの、はい、あまりよく知らなくて、でも全然知らない土地でも、ムービーを作ってる中で愛着の湧いたリアの家っていう場所をもっといろんな人に来てもらいたいって思って出演しました。 ありがとうございます。ラジオをお聞きの皆様もうチャリティームービープロジェクト開いていただいたでしょうか。そこをずっとスクロールしていきますとね、今日ご出演のくるみさん、ゆいさんが担当した南区睦川にあるスマイルオブキッズが運営するリラの家のムービーが出てくるんですね。2分53秒というこの短さの中に本当に素晴らしいムービー、キーワードがとても似ていてとっても嬉しくなって、私もご出演をお頼みしたんです。このリラの家っていうのは、難病を抱える闘病中の本人の方とかご家族のための施設なので、うん、困難があって、闘病の困難とリラの家にたどり着くまでの坂をかけて、キーワード坂っていうのにして動画を作りました。ね、そうだなって最初にラジオでね、収録しに行った時に、あの最後の坂を登り、そして階段を登り、でもそこに待っていてくれるボランティアさんのあったかい笑顔とね、お帰りなさいがあるって、お母さんたちだから頑張っているんだろうなって思いました。坂の上にあるリラの家、神奈川県立子ども医療センター患者家族の滞在施設リラの家。この動画を私もね、何度も何度も見て、そうですか、2分53秒なんだね、3分ぐらいがきっと一番いいかなって皆さんと相談したんだろうと思うんですけれどもね、字幕があるのがとても印象的だったんですが、ゆいさん、この動画を作るにあたって聴力が弱い方だったり多様な方に見ていただきたいなと思って字幕をつけました、はあ、いいですね。そしてね、その字幕に合わせて同時に目からも耳からも入ってくるこの
ナレーションがまたなんとクールな安定したナレーションかとね、ほほほーと思ったんですが、これは担当したのがくるみさんだそうですね。はい、ナレーションをするにあたって意識した点があって、ちょっと暗いような場面の時は声を低くして真剣に話したんですけど、うん、リラの家に出会って明るくなったところからちょっと声のトーンを変えてみたり、元気な声で安心できるような声でナレーションをするのを意識しました、うんうん、あ、まあラジオのパーソナリティにならないくるみさん、本当よね、声の力ってだからすごいのよ、ね、はい、もうそのことを、ね、知ったっていう、そんなねお二人、くるみさんとゆいさんです。リラの家を訪ねていない、訪ねることが叶わなくてもこうやってムービーを作ることで応援できるんだっていうことを私は知りましたけれども、このご苦労などについて教えてください。これはゆいさんかな。はい、はい、です、はい、このプロジェクトは、9月から本格的に始まったんですけど、この9月から今まで、たくさんの回数 Zoom などを使ってスタッフの方々とたくさんミーティングを重ねてきて、行ってない場所を PR するのはすごく難しかったんですけど、うん、実際にスタッフの方々が私たちが出向けない分、リラの家に出向いていただいて映像を撮っていただいたりして、その映像を使ってビデオを作ることができました。9月の初めからスタートして完成したのはいつだったんでしょうか。完成したのは、うん、11月中旬です。そうなんですね。そしてラジオをお聞きの皆様、 FM 戸塚をお聞きの皆様、チャリティームービープロジェクトでぜひ検索していただきましてね、ぜひとも見ていただいて、そして寄付は1月22日月曜日の正午までとなっていますのでね、ぜひとも応援をお願いしたいと思っています。ボランティアのことにとても興味があったと、いつもそのことが近くにあったというお二人だなというふうにね、打ち合わせでお話をしながら私は思っていました。さあ、音楽もとっても素敵でね、このムービー音楽がポイント、ラジオもそうなんですけれどもね、このムービーの音楽について教えてください。はい、このムービーで使わせていただいている音楽は、リラの上を運営しているスマイルオブキッズさんが、やっている活動の一つなんですけど、チャリティーコンサートというものがあって、そのコンサートで実際に演奏された音楽を使わせていただきました。はい、ゴスペル調なんだよね。はい、この FM 戸塚を聴いてらっしゃる皆様にね、伝えたい思いを語っていただきましょう。お願いいたします。はい、このムービーを作るにあたってたくさん苦労したんですが、特に苦労した点が、伝えたい情報がたくさんあって、でその全部を伝えてしまうと動画にまとまりがなくなってしまって、ごちゃごちゃしてあんまり伝わりにくいっていうところがあって、でその中で情報を選別するっていうことを学んで、情報をすごく選別するのに大変だったんですけど、リラの家の温かさが伝わるようにそこを意識して、ムービーを作りました、うん、なので、リラの家の温かさを、感じてもらいながらムービーを見てほしいと思います。はい、ゆいさんもお願いします。はい、ムービーを見た方々にリラの家の、温かさや、そのリラの家のスタッフの方々の温かさを感じてほしくて、どうやったら伝わるかなってことで、ムービーに出てくる文字の配色を、寒色や暖色系で分けたりして工夫したので、そこにも注目してぜひムービーを見ていただきたいです。この中高生によるチャリティームービープロジェクト2023の主催は公益社団法人日本フィランソロピー協会ということです。豊田さんにも大変お世話になりました。丹下さんにもお世話になりました。くるみさん、ゆいさん、
はい、今日はありがとうございます。ぜひともラジオという媒体を見にですね、くるみさん、ゆいさん、スタジオ見学にいつの日か来ていただけたら私嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。中高生によるチャリティームービープロジェクト2023、ゆいさんとくるみさんのお二人のお話いかがだったでしょうか。あと3日でこの寄付の期限が終わってしまいます。今確認したところ、現在全体で7つの団体があってね、その団体をそれぞれの高校生中学生が応援するというこの企画なんですけれども、全体で673,324円集まっているということです。ご縁があってこうやってつながったお二人、素晴らしい活動がまだまだたくさんあるんだなと改めて思いました。今日のスモールコミュニティのつながる翼のコーナーでした。時刻は11時26分を回っています。ここからはラジファミ伝言版のコーナーです。今日は第3週ということでジャズだよりをお届けします。県立図書館もみじ坂にありますけれどもね、 CD を借りて返してということを繰り返しているんですけれどもね、もうこのところはずっとジャズの CD を借りています。バッド・パウエルのピアノはずっとね、何度繰り返してかけたことだろうと思いますけれども、どうしてこんなにジャズって素敵なんだろうと、生命力でしょうかね、そして何かと何かがつながるということ、ジャムセッションのその言われでもあるというね、つながり、それから苦労した中での人々の生活の音、そんな風にも感じるジャズです。バド・パウエルのピアノが一段落してですね、最近はトランペットなんですね。いや、県立図書館、皆さん行かれた方いらっしゃいますか。去年の9月にね、新しくなって、本当に随分、一昨年の9月でしたでしょうかね、もうつまり1年ちょっとになるのかな。9月の1日が、開館日、新しくできた日だったんですけれどもね、何度も何度も通っている私です。成熟読書室も大好きですし、静寂読書室でもやはり一番好きなのは研修個室、お予約をしてね、無料で借りれる3畳ぐらいの狭い部屋なんですけれどもね、窓があって静かで、もうゆっくりと図書館の本を読むことも勉強することもできるという、そんな場所なんですね。失敗してしまったのは、月曜日が休館日ということは知っていたんですけれども、第2木曜日も県立図書館休館日ということをすっかり忘れて、もみじ坂を登っていったらね、閉まっていたというね。で、私は借りていたのが CD だったものですから、外にある返却ボックスに返すことはできなくてね、そうそう、横浜市立図書館はそのようなボックスがあるんですけれどもね、県立図書館はそういえばないのかな、ちょっとここ確認しますね。返す術もなく、またもみじ坂を降りて帰ってきたんですけれどもね、そうそう、トランペット、その後行った時に借りました、リー・モーガン、ブッカー・リトル。今日の X にもね、その写真を載せていますけれども、かっこいいジャケット、デイジー・ガレスピーなど素晴らしいトランペット奏者の CD を借りてきました。思わず検索機でいろいろ、これも借りたい、これも借りたいと6点までなんですけどもね、借りて
レシートを印刷して受付に持ってって、そして貸していただけると。今はちょっと別の場所に書庫があるのでね、 CD から書庫から持ってきてくれるという、書庫とは言わないんでしょうかね、倉庫から持ってきてくれるという仕組みだったんですけれどもね、 LP も間違ってね予約をしてしまいましてね、我が家にはないのでターンテーブルがね聞くことができずに、ジャケットだけ見てお返ししますというふうに返した次第であります。リー・モーガン。ラジオからこんにちは。このコーナー、ラジオからこんにちはは、病気と向かい合ってるみんなを応援したくて作ったコーナーです。病気と向かい合っているみんな、兄弟さん、ご家族の皆さん、いとこさん、お元気でしょうか。今日もお届けしていきます、みんなからのリクエストとメッセージ。このコーナーは野村証券戸塚支店ほか各社の提供でお送りします。今日はビリーミリオンとアイドルとチャギントンのテーマ、この3曲をかけようと思っています。FM 戸塚の、ね、ホームページにも番組宣伝というところでね、かける曲を前もってねお届けしておきますので、ここ確認してお友達に今日かかるよかかるよって教えてあげたら嬉しいです。さあ、この3曲をかけるんですけれども、その他にもですね、さっき届いたばかりのお手紙、同じく神奈川県立子ども医療センターのトットポストやポストに入っていたんですけれどもね、これは来週お届けすることにしますね。リカちゃん、リクエストとメッセージありがとう、かけますね。お友達のマオちゃんへの応援の歌もリクエストとしてかけてくださいってメッセージが添えられているんですね。来週26日にはかけます。そしてその次の2月2日、節分の日の前の日ですね、2月2日には今度は東俣の特別支援学校からもメッセージが届いていてね、藤木先生ありがとうございます。メッセージを、そしてリクエストをおかけしますので、みんなで聞いて待っていてください。また東俣の特別支援学校には遊びに来てくださいってメッセージが添えられていたので、先生にお聞きしたところ、どうも2月には実現しそうで本当に嬉しいです、みんなとも会いたいなと思っているところです。さて、今日のメッセージリクエスト、ビリミリオン、こうちゃんからいただきました。ありがとう。病院に行くときよく聞いた曲です。学校休むの嫌だなと、頑張りますって書いてくれたこうちゃん、ありがとうございます。ビリミリオン、ユーリかけますね。そしてゆいなちゃんは夜遊びのアイドル大好きな曲なので、頑張ってくださいといただきました。はい、これもかけますよ、少しずつだけどね。そして最後はジンくんでいいかな、ジンさん、ハイダショークのチャギントンのテーマといただきましてね、メッセージのところには薄い鉛筆でぐるぐるぐると丸を3つほど書いてくれたジンくんかな、ありがとうございます。この3曲を少しずつお届けしていこうと思っています。みんな本当にいっぱい書いてくれてね、ありがとうございます。裏にも書いてないかなと、裏もひっくり返しながら全部見ながらお届けしているこのラジオからこんにちはのコーナーです。それでは3曲をお届けして、終わった後にもう少しお話ができるかなと思っています。どれからかけようかと悩みながらですね。それではお届けします。さあ、今日も3曲お届けしました。
そして来週お届けすると、先ほど報告したね、リカさん 2B の鉛筆かな、 3B かな、とっても濃い色の鉛筆でね、しっかりと書いてくれたメッセージもたっぷりありがとう。中田リカちゃん、ありがとうございます。何曲かリクエストある中でボヨヨン更新曲は絶対書けますからね。そしてメッセージもたっぷりいっぱい書いてくれてありがとう。これも来週お届けします。リカちゃんのお友達がいたら美容室に行ってね、来週かかるよかかるよって教えてあげてくださいね。よろしくお願いします。今日のラジオからこんにちはのコーナーでした。ここまではカフェコッチ、任天堂薬局ほか各社の提供でお送りしました。ラジオからこんにちはでした。時刻は11時、まもなく45分になるところです。最後のコーナー、福祉イベント紹介コーナーです。今日は2月に2回講座が行われます老後の安心計画、ご紹介していきます。老後の2大不安、介護とお金の問題について専門家のお話を聞くことができます。この機会にこれからの生活について考えてみませんか。参加費は無料で、会場は横浜市老人福祉センター戸塚白鸚荘、戸塚町2304-5、戸塚白鸚荘で行われます。まずは2月1日の木曜日、介護保険の話と認知症のサービスについて、南戸塚地域ケアプラザの所長と主任ケアマネージャー、そして翌週の8日の木曜日は老後の資金計画ということで、講師は相生総合事務所司法書士清水さん。両日とも日程は10時から11時30分まで。定員は30名、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込みは1月1日からも始まっていて29日までということで、2週連続で参加させられされる方優先となっています。申し込みは南戸塚地域ケアプラザに電話か来所でお願いします。電話番号を申し上げますね。045-865-5960、 何か不明な点があった場合にもこのお電話でね、確かめてみてください。戸塚町のふれあいポイント対象事業でもあります、老後の安心計画、介護とお金の問題について、2回の講座のお知らせお届けいたしました。今日の福祉イベント紹介コーナーでした。さあ、時刻は11時47分です。別れまで6分11秒ということなんですけどもね、たくさんのメッセージいただいているのでね、年賀状もまだね、先週一部しかご紹介できなかったので、お届けしていきます。今来ましたレディモのねメッセージ、便利ですよね。レディモってメッセージ欄をクリックして、そして番組を選んでいただいてもいいですし、選ばなくてもメッセージを書いて添付の写真まで送れて、そして送信ということでね、長島さんからいただきました。ありがとうございます。リラの家からも紹介があり、今日の放送、ゆいさん、くるみさんの動画見ました。 ありがとうございます。絵も音楽もとても素敵でした。私の会社も、そっか、三葉さんは本社が群馬なので応援させていただきますということで、ゆいさん、くるみさん、よかったですね。応援団が名乗りを上げてくださいました。
三つ葉の中島さん、ありがとうございます。さあ、そして次はアイカムさんの情報。はしご酒ライブで出会ったね、素晴らしい歌声の持ち主アイカムさんの戸塚ストリートライブの初ライブが明日20日の土曜日14時30分から14時50分まで戸塚駅西口東急プラザデッキで行われます。私も聞きに行きます。さっきね、メッセージが入っていて、お天気がねちょっと明日悪いということで雨か雪かもしれないので、その場合にはね、パルソの入り口のところ、屋根がついているね、おみこしなどがスタートするところなんですが、最長のね、そちらに場所を変えてお届けするということでご連絡いただきました。アイカムさん行きますからね、仲間を連れて行きますから ね、やっといろいろな見晴らしの良い様々なイベントが繰り広げられています。それから千佳ちゃんからも、ラジオネーム千佳ちゃんからです。キャスさんの先ほどお届けしたウクレレマルシェのイベントを主催しているラジオネームちかちゃん、弥生さんに金曜日なら会えるそうなんです、必ずここにいます、私はここにいます。そしてラジオを聴ける弥生さんの元気な声、弥生さんのラジオでたくさんの方が元気をもらっています。お体に気をつけて今年もご活躍を記念しておりますといただきました。嬉しいです。今年の元旦に能登半島地震で新年を迎えることになるとは考えもしませんでした。義援金活動をモレラパークで行っているんですね、募金させていただきますねといただきました。はい、今日は15時から私もモレラパークで義援金活動をしていますのでよろしくお願いいたします。それから星野先生からボストンの、ね、内部写真とともに動画を添付しますということで、もう声の出る音の出るポスト、これが神奈川県立子ども医療センターにあるんですが、一つ不具合になっちゃって、それを今、ね、修理してくださって完成したようですよね。ありがとうございます。内部写真非常に複雑でね、扉を開けるとだってそれに連動して私の声がね基板から流れるというものなんですけどね、こういうのグデスガさん詳しい、機械は詳しい、ね、私は全く詳しくないので、星野先生ありがとうございます。それから年賀状もいただきました、ありがとうございます。横浜保育福祉専門学校の安藤先生からありがとうございます。三方正規工業株式会社の金子社長から、日本コロンビアより高瀬一郎さんから、それからゆりちゃんとりえさんからもありがとうございます。これは東戸塚地域活動ホーム光の皆様からも、そして斉藤理事長からも素晴らしい龍の木版画でしょうか、毎年楽しみなんですがありがとうございます。株式会社スマイルワンの星野さんからもいただきました、皆様ありがとうございます。さらに公益社団法人日本フィランソロピー協会の豊田幸子さんからもメッセージをいただきました。まだ放送が今日ね流れましたけども、その前にいただいたメール、素敵なご縁をありがとうございます。いろいろとご調整いただき、オンラインでの収録ありがとうございます。子どもたちが社会につながっていく大きな学びとなるとともに、このようにご縁がつながっていくことを目の当たりにして、人の力の素晴らしさを改めて感じました。貴重な機会をありがとうございましたと嬉しいメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。さあ、こんなところで良いでしょうか。あ、平戸のひまじいからもね、ジョン・レノンのイマジンは書けたんですけれども、たっぷりと伝えたい、私たち人間が今のようなことを続けていればもっと
凄惨な未来が待っているように思うのですというメッセージもいただいているところです。今日もありがとうございました。お年玉年賀はがきの当選番号がもう分かってね、下一桁0と1と2と9だけなので、まずはここでチェックするといいかもしれません。それではまた来週お耳にかかりましょう。最後までご観覧ありがとうございます。